縄市産婦人科ゆクリニック島黒文です。以前ですね、背腹運動の準備運動をご紹介してるんですけど、これ1分間でできるんですが、まあ、1分もでもちょっとなんかこうなかなかこうゆとりを持ってするのは難しいなーっていうところで、もっと短縮した背腹部の最後の部分だけを切り取ってやれば、それだけでもこう10歳ぐらい若返って見えるんじゃないかなっていうことで、そうか紹介しようかなと思います。で、肩こりとか頭痛でね、悩んでる方って多いんですけど、まあ、それがこう姿勢がやっぱり悪かったりするのが結構関係することが多いのかなっていうところで、こうデスクワークでですね、前かがみになって下向いてたりとかすると、もうこの辺にものすごいこう負担かかりますね。でいうことで、できるだけね、背筋は伸ばした方がいいんですね。で、背もたれのある椅子にこう持たれて、いると体は楽なようでいて、実はこう背骨にすごい負担かかってると。で、あとこう背もたれにもたれなくてもこう猫背になってる状態ね。これだらーんとこう筋肉使ってないので体楽なようでいて、ものすごいこう背骨に負担かかってきて、肩こりだったり頭痛だったり腰が痛くないとかね、なったりとかね、そういうことが起こってするんですね。で、まあ、できるだけ背筋を伸ばすっていうところで、以前ですね、背腹運動の準備運動、これをご紹介して詳しく説明してます。で、森道夫先生のね、素敵なイラストの背腹運動の準備運動の説明のイラストとかもあって、詳しいことは森先生の本で見れるので、またこちらの方もおうち断食とかの本にね、西式健康法も紹介されているので、この本とかも見てもらえたらいいかなと思うんですけど、ゆいクリニックの待合室に置いてあったり受付で販売もしているので、まあ、ぜひこういうのは手に取って詳しく見てみてください。で、背腹運動の準備運動1分間全部やるっていうのは、やっぱりちょっと大変だなっていうところで、この最後の部分だけ手のひらを前の方に向けて、ここちょっと狭いんでないんですけど、真横に向けて右に1回、左に1回で、今度手のひらをそのまま頭の横からまっすぐ上に上げて、右に1回、左に1回で、握り拳を握ってぐーっと腕を横に下ろしてきて、顎を上げてぐーっと伸びます。で、そのまま手を横に下ろして、おへその下をぐっと力を入れて、丹田力を入れてですね。で、お腹の方を引っ込めてあげる。これだけでですね、一瞬でもスーッと背筋が伸びるので、もうこうやって猫背でいるよりも10歳ぐらい若返って見えます。ということで、ぜひこれはもう1分じゃなくて10秒でできるので、仕事の合間なのにやって10歳若返ってください。以上ですね、背腹運動の準備運動超短縮バージョンを紹介しました。ありがとうございました。